この日は村上選手と金澤選手は別メニューでの調整でした。そして水曜日の練習です。強い日差しが照りつける中、多くのサポーターが練習を見守りました。デビュー戦は待ってくれませんからね。立ち止まるわけにはいきません。また火曜日から合流した和田選手もチームのコンセプトを早く理解できるように精力的に練習に取り組んでいました。決戦に向けては本当にチーム一丸となって臨まなくてはいけません。そんな中でズラタン選手とノバコビッチ選手のコンビも復活の可能性が出てきましたし、まずは次の試合に向けて集中ですね。今週は大きな出来事がありましたが、選手の皆さんはどんな気持ちで練習を再開しましたか？やっぱ変わらずやっていくことが大事だと思うので、勝つために練習してるとしています。5連敗していますがチームはまだ上位です。残りの試合をどのように戦っていきたいですか？今の流れは悪いと思うので、それに打ち勝つように勝ってずっと勝ち続けられるチームになりたいと思います。また今週は和田選手がチームに加入しましたが、そうですね、ベルギーで一緒にやってたので、やりにくいことはないし、いいやつなんで楽しみです。そして週末には突戦が控えていますが、トスのサッカーに合わせることじゃなく、自分たちサッカー出して勝てればいいと思います。フォワードの豊田選手には要注意ですね。すごい点取れる可能性がある人なので、そこを潰せたら、勝ちにちょっとでも近づけると思うので、まだ時間はわずかですが、アルデイジャの練習に合流していかがですか？そうですね、最初ってところで、合わないところとかもあると思うんですけど、そこは声かけ合って、自分のできることを精一杯やれば、周りも分かってくれると思うんで、そういうところで、自分の良さ出していきたいですね。和田選手自身はどのポジションで勝負していきたいですか？メインはボランチで勝負していきたいですね。サイドバックにできるっていうのも強みだと思うんで、いつでもできるように準備したいです。得意のプレーや見てほしいプレーはどんなところでしょうか？パスカットだったり、球際の強さだったり、守備のところで貢献できたらなと思います。テレビで高橋選手とは昔からプレーしていたようですが、何か話はしましたか？決まってから1回電話したんですけど、あまりに時間がなくて、相談する時間とかなかったんで、とりあえず行くからって言うんで、自分の良さ出して精一杯頑張るので、ここから応援よろしくお願いします。和田選手、かなりお話がお上手で、冷静に落ち着いた受け答えをしていただきました。少しでも早くデビューをしてチームを助けてほしいですね。そしてチームは岡本 GM の指揮のもと決戦を戦います。結果も大事ですが、チームが一つになって戦っていってほしいですよね。まだチームは上位にいるわけですし、ここでなんとか踏みとどまって残りのシーズン上位でね、終えてほしいですよね。そうですね。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。